先ほどお話に上がりましたあのイナさんなんですけれども、先ほどあのディスコードの方が届いていまして、配信前に一番上に通知があったものですから確認したら、こんなねねち突然ごめんね、この写真がもうねねにしか見えないって言って、アザラシの写真の方があの添付されておりました。まんまるまんまるまんまるアザラシはまるでねねのよう、いいなぁいいないいなぁって書いてありました。あの癒されましたね、私の方も。どうしてもねねちにしか見えなくて送っちゃった、アザラシの画像をねねにあの直接送りつけてくるのは松井先輩に続いて稲が2番目ということになります。